ふと気になったんですが、もしシュアーボが1シーズン足をかくの必要性にかられてなかったとしても、レオさんが追求するサッカーの形変わりませんか。だから僕が追求するのは結果の、あの合理的、一番チャンスを作れて一番ピンチが減るサッカーをそのチームにおいてやらせるってことだから。そうだから、このチームだとこうでこうでこうだからこうっすよとか、まあ、カサル君と相談したり、映像を見て自分が気づいたりすると、ああここでこのパスだったりこの体の向き取れないってことは、ここでのポゼッションはやめた方がいいから、ここから先でしかやらせないでしょとか、そういうので一個一個こうやりたい形より見せたいものがあって、それに対してベストな形を選ぶって感じですね。そうだから好きすぎないのがいいね、サッカーを。こういうサッカーでこうでこうでこういう風に崩したいんだ、僕はペップバルサをやるんだみたいな、だったらもっとやばいんじゃないですか。もっとやばいだけど、うん、やっぱシュート本数が増えて非シュート本数を減らしたいな、じゃあその中で、それがまずゴールなんですよ。じゃあそのゴールに一番近づく方法どれかってなって、僕がシティ率いてたら、まあ、ペップと同じようにボールいっぱいつながせるでしょうし、今のシュアボだとキーパーからはつながせないけど、センターサークルにかかったところだったらつないでいいよみたいなっていう感じかな。で選手たちには練習の中でこれできるようになったら今度こういうのやるよとかで、出したい現象あるけど出したい現象はできるだけ説明しないで、そう、なんかそうなるための一番少ない、一文字でも少なくなるような言い方ないかなみたいに思ってますね。そうだから3人目の動きイメージしてとかってよくわかんないじゃん、うん、前向いて受け入れるようにしろっていうのと、前向きの人使えって言ってますね。裏抜けでさ、まず裏抜けをしてないと後ろ向きになるじゃん。でこれだとシュート打てないじゃん。でも半身作ったらワンタッチで止めてシュート打てるかもしれないじゃん。でこれを相手が前出てきたらディフェンスラインにギャップできるから裏抜けたらいいじゃん。これ全部前向きじゃん。だから前向きでボール受け入れるようにしようって。でこの時にじゃあ自分前向けない、裏もないってなった時に他の選手前向けになるそいつ使えっていう、でそうするとレイオフになるっていう。だからいかに前向きの選手を早く見つけられるか、でそこに早くボールを送れるかっていう。だからシティの選手ってボール奪った後にすごい密集になってても、ワンタッチツータッチでポンポンポンってつないで最終的には前向きの選手ボール持ってるじゃん。あれ自分が無理して前向けないなっていう、無理して前向いたら危ないなって選手がすぐ判断してそれを実行する。それを判断実行っていうよりも感覚でもう瞬間的なこの本能でやれるようにしてるから、だからああなるんですよ。だから選手にはこうでこうでこの戦術でここ取ってって言わないで、もう前向きの人使ってっていう。でそれが自分だったら前向いてっていう言い方は最近やりだして、まあ、結構選手もそれをいい感じにやってくれてるなっていうので、今みんなに説明できるけどね。皆さんも戦力揃うといろいろやりたくなっちゃいますか。なっちゃうと思うね。うん。っていうか今の選手たちにもこれできたら次このサッカーやるからっていう一個一個提示してるね。うん。今が揃ってないわけじゃないけどね、もっと選手のねところでこう突破してくれたらみたいなシーンとかね、シュートそこ決めてくれたらみたいな時代もあるからね。うん。ただ、まあ、僕の場合はいつも言いますけど、うち選んでくれたことだけで感謝だからね。だからもう厳しくしづらいみたいなところで、うん、でもやっぱ、うん、人間的な、うん、自分の癖なのか圧の強さで気づいたら厳しくなってるみたいな、まあちょうどいいバランスなんじゃないですか。今で言うと、あ、よくうち選んでくれたなみたいな選手いるけど、まあそれだけでね、甘やかしてたらあっちもそんな求めてないだろうから、しっかりね、どの選手にも、小畑郎にすら課題はありますからね。鍋の YouTube とかでもね、やっぱね、あの動画で蓮うめえってなってるけど、その蓮でもね、その本当に日本の中でうまい方かって言ったらそういうふうにはカテゴライズされないわけだから。だから戦力差だってやりたいことあるっていうより、あれですね、それぞれを一番得意なところやらせてあげたいみたいなのもあるけどね。そう、今のチームだと君はここやってねってみんななるからね。まあ、それは僕もそうだし、スタッフもそうだし。そう、あとはもうあれですからね、結局競馬みたいな感じで、競馬も馬な7騎手さんみたいに言われるじゃん。だからサッカーもさ、選手7監督さんで、ただやっぱりさ、下手な騎手って強い馬すら走りにくくさせんのよ。だから悪い監督って強いチームに選手の能力掛け算の監督の能力みたいなイメージでいて、だから選手の能力の母数が低いといくら監督掛け算してもってなんだけど、悪い監督だと強いチームに割り算すんのよ。これだけにはなっちゃいけないみたいな思ってますね。監督ってスタメン選びで奇跡を起こす力とか考えますか。まあそういう、なんですかね、このスピリチュアルな人もいるんじゃないですか。そう、りょうさん引っ越し業者に頼みますか、シュアボメンバーです。ああ、芸人時代思い出すね、そういうふうに知り合いに頼むみたいな。いや絶対引っ越し業者だね。
そんなやらせらんないというか、うん、でもどんどんあれだよね、なんかこうやっぱ監督になって人の気持ち考える機会が多くなるじゃないですか。ってなるとさ、そんなこと思ってないのにさ、あっちがねしんどいんじゃないかなとかいろいろ気にしすぎて、人とご飯行ったりとか飯食ってる時とか相当なんていうんですかね、利害関係ない人じゃないと楽しめなくなっちゃうみたいなのがあって、選手に手伝ってって言ったら断りたくても断れないだろうし、なんかいろいろ僕自身のあれがなりそうですね。そうだからまあもうなんかその練習組んだりプラン組んだり采配したりとか、それこそ僕試合中の修正とか天才だと思ってるんですけど自分のことごめんな選手聞いてたら、でも思ってんだ、うん、あなたの一緒にやってる監督は天才だと思ってるんですけど、やっぱねこのやっぱ気にしいな性格はもともとのとこもあるから、この気にできてる精度が低いか高いか置いといて、気にするという行為においてあれ、運動量あるけど走り方がいいかどうかは別として、運動量あるっていうのと一緒で、気にしいは気にしいだから昔から。で特に自分が何とも思ってない人だったら何も思わないんだけど、その例えばアンチとかいう人だったりとか、そういう生活関係ない自分の周りにいる人がどう思ってるかやっぱ気にするところはあるから、そうだからやっぱりね、例えば一つのポジションにいい選手が二人いると思うね、辛いのよ。このいい選手っていうのはクオリティ高いってだけじゃなくて頑張ってるって意味、一つのポジションにいい選手二人いてどっちも頑張ってる時、どっちかを控えにしなきゃいけないじゃん。これがしんどい当たり前なんだけど、これが俺監督向いてねえって思う理由、これ自分がオーナーだけだったらな、監督がその時のそのあれ見てやるんだけど、今はもう全部自分だから、これがなつってあんな頑張ってきたのにバー与えらんねえもんなみたいなね。でもそれでもその修正だったりとか采配には自信あるから、結局その時にちゃんと理由も込みでいいのは選ぶんだけど、この選手にしてっていう。だけどその時にこの、うん、まあ、そこは感じるからね。雷落とすってもう最後にもうドキュメンタリーであった時ぐらいからもう僕ないっすね。でもなんかあれですね、もう普通にやってても熱い指導ですねって言われるから、ベースが熱いのかもしれないな、わかんないな。他の監督の指導を長期スパンで見たことないからな、うん、かなりね僕は今の選手たちは結構僕の熱さに応えてくれる選手が多いというか、もう何なら全部かもしれないね、うん、すごいやってくれるからありがたい。あとは結果を出させたいというか、頑張った分のちゃんとね結果の見返りを選手たちに味わわせたいと思ってますけどね。まあそれでもね、もっと頑張らなきゃいけないところあるからね、あんま褒めすぎも良くないですけど、よくやってくれてるなっていう時が多いんでね、これ難しいよね、なんか親バカ的なことにもなっちゃうしね。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。